はい、それでは大澤文也選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、まずはじめに試合振り返っての率直な感想をお聞かせください。はい、本当嬉しいんですけど、このベルトがまだ信じられないです。本当に信じられないです。嬉しいです。本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。何かご質問いかがでしょうか。まあ、試合展開振り返って、はい、まあ、なかなか3ラウンドのあそこまでつながるまでなかなか耐える試合だったかなと思うんですが、スタミナとか体力とか、まあ、いろんな、ね、攻防も含めてですけど、はい、どうでした感想としては。聞いたパンチとかは1個だけしかなかったですね。今もそれでしょ、顎が、はい、なんか今噛み合わせ悪いですね。折れたりは絶対しないですけど、うん、なんか行った時に多分ジャブもらったんですけど。何ラウンド目とか。2ラウンドです。多分だから絶対2ラウンドです。その時ちょっとおって自分聞いたの分かったんですよ。で、顎がそこからずっと変な感じですね、うん、はい、相手の。それ試合中の影響とかは。あ、それは大丈夫です。顎なんで別に、うん、脳は大丈夫だったです、うん、はい。まあ、前回も戦ってまた2回目でしたけど、はい、やりにくさ、やりやすさとかっていうのは。この間よりかやりやすかったです、うん、はい。僕も多分足使うと、あ、使わないって言ってたじゃないです か、うん、だからこっちの方がいいのかなと思ったんです。今回の対戦相手に対しては、うん、はい。ご自身の動きで、まあ、ダウン取るまでの展開の中で手応えあった攻撃とか流れつかめたっていうところは。ボディとローキックですね、うんうん、ただちょっと熱くなっちゃったんで大振りになっちゃったんですけど、うん、はい、本当はもっと前に出たかったんですけど、うん、膝がやっぱちょっと怖くて前にちょっと出れなかったなっていう感じです、うん、はい。まあ、3ラウンド最後に左ハイが決まりましたが、はい、あそこに至るその考えだとか、まあ、事前に何か準備してたかとか、その辺はいかがだったんですか。ごめんなさい、全く狙ってないです。本当に狙ってないんですけど、うん、左ハイは光にも言われたんですけど、寺島にも言われたんですけど、うん、練習からずっとやってるんですよ。接近戦バババババババってなって押したところに、多分僕押して左ハイキックしたかな、そんな感じで、で左ハイしたじゃないですか、うん、あれはもう練習、ま、必ずやるんですよ、あれ。だから狙ってはないけど、やっぱ練習してきたことが多分体で覚えてて出たんだなと思いました、はい。だいぶ、まあ、川田選手状況で弱ってるとか、もうちょっと流れ自分の方に来てるかなっていう感覚がありました。あの状況は弱ってるっていうのは体力的にってことですか。ダメージが溜まったりとか、まあ、左ボディとか当たってて、ローはちょっと効いてんのかなって思ったっすけど、まあ、ローじゃ倒れねえだろうと思ったんで、はい、もっとローも蹴りたかったんですけど、ちょっと遠くて蹴れなくて、そんなになんか別に、まあ、全然余力全然あるなと思いましたね、はい。ちょっとあそこでもう本戦で決めたいみたいな気持ちがあったのか。いや、もう本戦やりながら、あ、決めたかったですよ、決めたかったですけど、もう戦いながら延長だと思ったっす。戦いながらこれは延長だなと思ったっす、はい、思ったっすね。まあ、改めて、まあ、リング上でも話はありましたけど、はい、ベルト取ってのお気持ちはいかがですか。いや、まだ本当に信じられないですね。本当に信じられないです。もう本当に信じられないってただ一言です。まあ、まだ夢なのかなと思ってます。まあ、今度はまあこれを守る立場だったり、はい、いろいろ、ね、状況は変わるかなと思うんですけど、はい、今後に関してはどういった展望を描いてますか。はい、もちろん、いろいろあるんですけど、言いたいこともいっぱいあったんですけど、まあ、なんだろうな、いろんな声があったんですよね。もうやめろよ、早く引退しろよってとか、すごいアンチばっかなんですけど、僕、皆さんも分かってる通り、うん、年齢はただの数字です。30歳からでも、はい、またこれでスタートライン立ったと思うんで、30歳からでもスタートラインだぞっていう感じですね、はい。最後どこを吐いてマイク、はい、マイクでは最後、ね、どこをきっちりどこを吐いて終えた感じでしたけど、はい、やっぱり恨み根に持ってますか。あ、これ個人名出していいんですか。いいんじゃないですか。いいの。まず南雲大輝にめっちゃ任せて出す。何あのクソ野郎。いや、マジで、いや、お前レベルの選手に言われるあれじゃねえんだよって感じ。他の、正直ね、浦部晃也選手とかに言われるのは全然 OK です。篠原君とか、ね、言われるのは全然 OK。 そういう強い選手とかに言われるのは OK だけど、見た時南雲大輝がなんだっけ、上手いとは思うけど強いとは思わないみたいなこと言ってたでしょ。俺マジムカついて、てめえどのレベルで言ってんだよボケ。でも僕光に言ったんですよ。あれ、これさ、勝ってさ言っていいかな、マジ、あいつマジムカつくんだけど。したら光が、自分の価値下がるからやめた方がいいですよって言って、そんな選手じゃないんで、そんな選手のこと言う必要ないですよって光が言うから、そうだねっつって、だから俺が予想でクソくらえっつった感じですね、はい。まあ、今言っちゃいましたから、いいんですよ、もうこれはみんなお客さんいないし、まあ、後から見るけど YouTube かとかで、それはいいっすね、はい、はい。
今日これからまず何したいですか。今日ですか、今日、炭水化物食べたいです炭水化物食べたいです、はい、特に何ですか。食べ物ですか。チャーハンおにぎりかチャーハン食べたいです。ちなみにベルトは枕元の上で見えますか。どうなんすかね、枕元に。いや、わかんないです。なくしちゃいそうなんでジムに置いとこうか。僕すぐ物なくしちゃうんで、はい、わかんないですね。本当にもう信じられないんで本当に回るの、はい、もうこのまま抱きしめたまま帰りますか。はい、ベルト抱きしめたまま帰ります。いや、それはしないですねベルトはこんなままで痛いでしょ。それベルトこんなやって帰ってたら痛いでしょ。いや、そういう選手いたんですよ前に。誰か名前言ったあれだけど、その選手見て気持ち悪いと思ったんで、こういう選手は絶対なりたくないと思って若い頃、はい、だからそれはやめておきます、はい、最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、まず、変わらずに応援してくれてる、応援してくれてた選手、あ、選手じゃないわ、応援してくれてたファンの皆様、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。それとクソアンチども、このクソアンチども、おめえら俺がベルト取れねえと思っただろバカ野郎、ベルト持ってんだバーカあと本当に今日タイトルマッチ勝ってチャンピオンになったんですけども、僕のことより龍華と寺島ひかるのこと皆さん本当に覚えて帰ってください。もうあの二人めちゃめちゃ強いんで、本当にめちゃめちゃ、もう特にひかるはもううちのジムじゃもう IT 誰もいないぐらい強いんで、皆さん寺島ひかると龍華本当に覚えて帰ってください。よろしくお願いします。おっす。